ニコハローゆでーす。はい、今日もですね、立憲民主党公認、金目由紀子さん、はい、と、いつもお世話になってる中山美里さんに、はい、来てもらいました。こんにちは。こんにちは。はい、今日はあの前回の続きね、すごい困惑状態で終わっちゃったんで、今日は、それについてもうちょっとね深入りして話していこうかなって思います。はい、はい、そう、実はね、広瀬優ちゃん、はいはい、IPPA の加盟会員としてそういうメーカー事業、はいはいはい、配信事業をしてるっていうことになるんですけども、はい、はい、ということはだから風営法の許可をねちゃんと取ってやってるんですよ。まあ、そうです、もう全部その、はい、整えて適法というかね、順法精神で、はい、やってます。頑張って、なんか清く正しく政治業みたいな。そうです。そんな感じで、はい、お仕事してるんですよ、ね。はいはいはい。そのあたりちょっと気になるんじゃないですか。めっちゃ気になります。あの、自分でプレイヤーとして、うん、しかも企画段階からリリースするまでを全てやってらっしゃるってことですよね。うん、そうですね。それで、はい、届け出を出しているっていうことですよね。すごく珍しいパターンじゃないですか。はいはいはい、そういうの興味あるなっていう見てる人もいると思うんですよね。はい、自分もそういうのできるのかなとかね、うん、はいはい、どうやるんだろうみたいな、あ、なんかどんな感じなんですかその辺は、仕組みというか、うん、あ、ね、大変だったよね。あ、そうですね、あの届け出出す時ね、いろいろなこう一緒に、ね、そうです、話したりよく聞いてて、はいはいはい、めっちゃ大変そうだった、めっちゃ大変、あれってどこが大変だったんだっけ、うん、具体的に、まず、うん、警察に連絡して、うん、まあ、こういうのをやりたいと、うん、で、行くんですけど、いろいろ資料をね、うん、あの届け出なきゃいけないんですよ。例えば、うんうん、このマンションの許可、うん、オーナーの許可を得てて、うんうん、まあ、それもあるし、いろいろあるんですよね本当に。まあここ、うん、借りてるわけじゃなくて、うん、なんていうの、買ってるから、うん、なんかスムーズにいけたっていうのもあるんですよ。なるほど。AV のメーカーさんとかが届けで出してるのと同じ枠。はい、うん、そうだね。まあそうですね。ですよね。二、うん、つあの資格持ってて、うん、その映像の方とあと。うん、DVD とかも販売してるから自分、うん、大人のおもちゃ屋さん的な、そうですそうですそうです、なんか自分のものを売ったりとかするのも、うんうん、なるほどなるほど、はいはいはい、すごい、全部取得して書かれて、うんうんうん、なるほど、出してるって感じなんですよね。素晴らしい、いやいやいや、すごいよね、すごい、めっちゃ大変そうだった。普通はね、どっかに大変でした、お店に委託してこれを売ってくださいとか、いや本当に痛かったんですけど、うんうん、でも自分でやった方が、うん、なんか勉強になるなって思って、そう、でも何回も引きしました警察と、なんでそんなにいっぱい人がかかってたよね。そうですそうです、なんでそんなに、いや、その資料が、ダメだ、うん、すごい全部チェック入れるんですけど、うんうんうん、これダメだったみたいな、うんうん、もう一回やってみてほしいみたいな感じの繰り返しで、うんうん、へっそりしてましたよね。そうで、うんうん、やっと取得できてみたいな。いや本当、風俗も、はい、性風俗もね、うん、自分でお店出したいとかいう女の子いるんですよ。そうだよね、うん、ある程度年齢になって経験積んだらね、うんうんうん、だけどあのやり方が まずね難しいとか、うん、あのあともちろん物件の問題、うん、ね、どこを事務所にして、ね、事務所がそれ物件のオーナーが許可ちゃんともらわなきゃいけないしとか、本当にクリアに、うん、クリーンな、うん、健全にやろうと思うとハードルが高いのかな、やっぱり。まあですね、うん、取得するのも結構高い、時間かかるからしね、労力もあるからね、そうそうそう、途中でめげるよね、はい、普通ね、そうですか、自分でやってみて、うんうん、よかったなとか、あ、うん、でも自由さはありますよね、うん、期間がないんですよね、うんうん、そう、好きな時になるほど、あの出せるから、うんうん、縛りがないっていうか、でもそれ本当大事だと思う、その要するに、ね、るまではね、そう、うん、自分はどこまで何をやるかを自分で決めて、うん、自分はどういう売り方をするかも決める、うん、はい、見せ方も決める、はい、どう見られたいかも決められるってことでしょ、そうですね、それってもう最高の自己決定じゃん、自己決定だね、 あ、はい、うん、あらゆる仕事してる人に共通する、うん、
大切なことというか、はい、理想というか憧れだよね、うんうんうん、そうだよね、かっこいいよね、うんうん、自分で決められるっていう、そういうね、なんかこう生産業の中でこういうかっこよく生きてる女性がいるっていうのが、うん、みんなね、国会の皆さん知らないですから、ね、ね、知ってくださいねみたいに、あの自分が決める、自分がこうしたい、うん、こういうことを周りに手伝ってほしい、うん、って言ったら利用する側じゃないですか、うん、そうだね、利用する側だ、そうそう、確かに確かに、広瀬さん自分を使ってくださいとかあの自分のことを雇ってくださいとかね、うん、言われる立場になるわけでしょ、うん、そうです、ね、でだから、うん、まあ、AV 業界に例えるとさ、AV 女優さんが利用されるんじゃなくて、うん、AV 女優さんがメーカープロダクションを利用するっていう関係が一番健全ですよね。そうだね、あのその、うん、もちろん平等だし、うんうん、対等なんだけど、うんうんうん、あまりにも世間が AV 女優さんはさせられているみたいな、嫌なことを、嫌なプレーとかさ、嫌なこう行為を、うん、性行為をさせられている、そのプロダクションやメーカーにの言いなりにならなければいけない労働者というか立場みたいな見られ方がすごく強いから、うんうん、そうじゃないなくて、自分はどういう、どこまで何をやるか、うん、どういう見せ方をしたい、どういうふうに見られたい、うん、っていう、どんな表現をしたいかっていう、ね、うんうんうん、それを決めれるっていうのが大事なのに、うんうん、なんかそこは応援してくれないんだよね、みんなプレイヤーさんが、うん、いろいろ決めれる範囲をどんどん 広げて、うん、広げるとね、叩かれるんだよ、わかる、ひごい、そう、なんか、へなんかそんなんは、アブノーマルなプレイだから、そうそうそう、なんかろくなことないってね、そうそうそう、あのでもそんなね、3P とか、はい、危ないとか、そういうのは良くないみたいな、でも、ね、やりたい人いるかもしれないよね、いやー、いいんじゃないですか、現実でできないから、作品の中でみたいな。でも人によるもんね、ね、何が嫌で ね、うん、ですよね、嫌じゃないかね、ありますね、うんうん、いや広げるきっかけとしても、うん、はいはい、広瀬さんの活動、はい、あの仕事は素晴らしいと思います、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます、すごい、いや嬉しいです、そう言ってもらって、本当に、はい、こういう方もいらっしゃるっていうのを多くの人に知ってもらいたい、はい、そう、多分 YouTube で言うの初めてだよね、いや、え、初めてですね、初めてだよね、はい、初めて、実はすごい人だったんですよ、いやいやいや、すごくはないです全然今回、はい、あの参議院選挙で全国比例区で、うんうん、立候補してます、金村由紀子です、はい、今もう期日前投票ができます、うん、投票日は7月10日だけど、うんうんうん、もう別の日でもできるので、うんうん、あのぜひ期日前投票どこか調べて、はい、うんうんうん、投票に行ってください、それ投票用紙の2枚目に金村由紀子って書いてくださいお願いします、はい、2枚目、そう、はい、2枚目、じゃあ私も記入しておきますありがとうございます、はい、じゃあ今日は、こんな感じで終わりたいと思います、じゃあまたね、バイバーイ。